な、まさか。ウォールローゼは突破された。人は戦うことをやめたとき初めて敗北する。あの巨人に向こうを当てるな。お前らは我々調査兵団が何のために血を流しているかを知ってたか。巨人に奪われた自由を取り戻すためだ。僕たちはずっと巨人によって巨人から守られていた。走らんか。壁の中に巨人がいるなど想像も。想像していたものなどいない。知らないものと知っていたものがいるだけだ。この裏切り者が。その子はまだ何も知らない。壁の秘密を知り公に話すことを選べる権利を持っている。もし巨人化したエレンが硬化する巨人の能力で壁の穴を塞げるのだとしたら。俺だ、ここにいた。帰ってきたぞ。このでけえ害虫が俺が今から駆除してやる。その武器は何て言うんですか。腰につけた飛び回るやつ。